馬が舞う、馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト、馬が舞う。この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。多彩なゲストをお招きするほか、実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードも紹介していきます。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも群馬のこと、そして上毛新聞のことを身近に感じてほしいという、そんな願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの配信から少し時間経っちゃったんですけれども、はい、長崎新聞のポッドキャスト、はい、NNN さんに出演してきました。出てきました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さんもあと時田記者もね、はい、参加していただいたんですけれども、はい、非常にもうゲストとしてバッチリ群馬のことをアピールしたんじゃないかなとできてましたかね思いながらも、まあ、日野原はちょっと2点ほど反省がございまして。何ですか？まあ、普通に緊張したで聞くと、なんだろう、自分で編集してないからか分かんないですけど、妙に声の表情が暗くてつまんなそうにしているように感じちゃって、自分で配信聞いててめちゃくちゃなんか申し訳ない気持ちになってしまったっていうのが一つ、はい、でまあ、それに派生してなんですけれども、はい、全然内容を責めなくて、安牌しか喋んないっていう、そのそれ個人的な反省点なんですけど、まあ、人様のところで暴れられないなって、なんか、無駄にいい子でいてしまったというところをすごく反省しておりますが、まあ、本当に150回と151回目というね、はい、記念すべき配信で馬が舞うとコラボしていただいたというところで、はい、改めてこの場でお礼を申し上げたいと思います。むつくらさんはじめ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またね、公式お兄ちゃんでありお姉ちゃんである、はい、ポッドキャストの先輩ですので、お世話になっていければと思っておりますので、はいはい、篠原さんが反省生かす場面が欲しいって言ってますよ日々改善していきたいと思います、はい。まあ、そんなこともあって今回は、私が比較的話しやすいテーマ、一番テンション上がるテーマですよねで設定させていただいたというような感じになりました今日のテーマ何でしょうか？はい、今日のテーマはですね、高校野球です。はい、もうそんな時期ですね。はい、去年も一番楽しそうだった気がしますね。あ、ウキウキしてましたテーマ高校野球ということで、編集局運動部から中村穂高記者に来ていただきました、うん、今年の高校野球担当記者ということで、はいはい、まあ、昨年も同じテーマで、運動部吉野記者に来ていただきましたけれども、またちょっと違った目線でいろんな切り口でお話ができるかなと思います、この後中村記者お招きしてトークしていきます。それでは始めていきましょう。馬が舞うスタートです。それでは本日のゲストに登場していただきましょう、はい、編集局運動部の中村穂高さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます、はい、中村穂高さん、1984年東京都北千住生まれ、埼玉県春日部市育ち。大学院卒業後、食品メーカーで研究開発や品質管理のお仕事をしていらっしゃいましたが、その後新聞社に転職、そして2019年から上毛新聞社にて記者としてお仕事をしていらっしゃいます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやってじっくり腰を据えてトークするっていうのは初めてにはなりますね。なんかすごい顔の濃いお二人が並んでてはい、ツイッターで確認してください。映像が濃いですよ、ね、あ、でも顔、同じ顔の濃さでもちょっと日野原とはまたエリアが違う顔の濃さがそうですね、そう、僕はあのあれですね、あの学生の時あのあだ名がカルロスって呼ばれてた。カルロス、ちょっと南米系っていうことで。あ、なるほど。あ、言われてみる、あ、そう、オセアニア系かなって思ってたんですけど、南米系。あ、確かにそうですね。そうなんですよ。今日はあの紺色のポロシャツをお召しになっていらっしゃいますので、本当にあの、そうですね、コーヒー農園の経営者みたいなね、新進気鋭の、はい、今後カルロスさんと呼んだ方がいいかもしれないですね。カルロスはなんか由来があるんですか？
あのちょっとあのカナダに行った時があって、そこであの1ヶ月ぐらいいたんですけど、南米の人たちとちょっと仲良くなって、でそしたらあの、まあ、穂高って呼ぶのはちょっと呼びづらいっていうことで、まあ、あの顔が濃いんで、はい、まあ、俺たちと同じだろうっていうことで、あの、まあ、カルロスってあだ名をつけてもらって、でそれであのこっちに、まあ、戻ってきてその話をしたら、はい、そっちの方がしっくりくるっていうことで、それで、まあ、そういう風に呼ばれてた時があるって。なるほど。ちなみに血は入ってないですか？いや、全く入ってないです。あ、それね、顔濃い人に対するあるある質問ですよね。ですよね、必ず聞かれますよね。必ず本当に。あ、日野原さんも入ってないですよね。うん、そうそうそう。あ、そうなんですか。失礼しました。そうなんですか。そうですよ。本当に。私本当、あれこんな話してないか。ポッドキャストでするわけがないよね。あの顔見えないですよね、新聞社のつながり、沖縄の方に出張したことがあって、はい、で。え、糸満出身って言われて、あ、もう沖縄か沖縄じゃないのかとかじゃないんだと思って、沖縄は前提であって、沖縄のどの辺かっていう探りが入れられて、っていうのはありましたね。でもそれすごい納得ですね。あ、僕あのうちの妻が沖縄なんですけど、全然本当同じような系統の方いらっしゃるんで、しかも三文字名字だしさ、あんまり関東だと見ないですね。そう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 、余談ですが、まあ、そんな濃い顔チームでお送りしていきたいなと。私は違いますよ。伊藤さんどうですか、縄文新聞的にはこうやって、はい、あの新卒じゃない形でも新聞記者っていう、まあ、営業マンもそうですけど、はい、ね、最近はそういう方も増えて、そうですね、転職、あの社会人採用として転職で来ていただく方はたくさんいらっしゃるんですけども、もうすぐ現場に出ていただいて活躍していただけますので、まあ、そうですね、あのすごい、あの結構大田に行った時とかも、小泉氏局長とかすごいあの親しく接していただいたりとか、時田さんもすごいあの 仲良くというか、あの垣根なんかあの、ね、接してくださって、すごい働きやすい職場だなっていうふうに感じます。すごい聞き慣れた名前たちがイメージしやすいですね。よく出てくる、ね、はい、人たちですね。すいません、若干言わせた感もありますね。まあそんな形で、今は運動部の記者さんということになっております。野球の担当になったのはこの春から。春からですね、でももともと野球もされていたことがある。そうですね、中学生の時に野球部だったっていうのが、まあ、それぐらいなんですけど、はい、でもまあ運動が全般、スポーツが全般的に好きでみたいな、そんなところもあって、まあ、そうですね、他のスポーツも結構好きなものがあったんで、まあ、運動やりたいなっていうことで。なるほど、まあ、そんなスポーツ大好きの中村さん、まあ、今回いわゆる夏の大会、夏の甲子園につながる大会がいよいよ今週末からスタートというところになっております。はい、今年の夏の選手権特徴見どころまずいただけますか。そうすると、そうですね、今年 の、 あの見どころというか、まあ特徴なんですけど、まあ、実力校がまあうまく分散しているところが特徴かなと思います。まあ、県大高崎さんとか、はい、まあ、前橋育英、明和県王っていう、まあ、この春、ね、ベスト4に残ったところは、まあ、見事、まあ、分かれてますし、あとは、まあ、例えば高崎正大夫だったりとか、あとは、ね、前翔さんだったりとかっていう、まあ、みんなシード校なんですけど、うまくなんかあの同じような力のところが当たるような形になっているところもあったり、そのあたりが、あ、特徴といえば特徴なんですけど、なんかあれ、あれですね、こう春関東大会があって、で県大高崎が5年ぶり3度目ということで関東王者になりました。なんか県大高崎が突き抜けてくるのかなと思ったら、そういうわけでもないんですね。まあ、頭一つ抜けてることは間違いないかなとは、まあ、思うんですけど、まあ、前橋育英さんだったりっていうのは、まあ、夏に向けてあの調整してくるってことで有名なところだし、ね、同じく、まあ、明和県王もまあ関東で初めて1勝したりっていうのもあって、着実に力をつけているし、まあ、そういったところもあるので、まあ、あと夏の雰囲気っていうのも、まあ、多分よくご存知だろうなとは思うんですけど、まあ、どこにも可能性はあるのかなっていう。なるほど、そういうところでは非常に見どころがたっぷりというところですね。はい、でそのそれぞれのチームに、まあ、有力な選手がそれぞれいてというような感じですか。そうですね、今年は投手の方がなんか比較的ちょっと名前が出てるかなと思うんですけど、例えば県大高崎だったら、まあ、もちろんあのエースの児玉君だったりとか、で前橋育英だったらの岩崎君だったりとかっていう、はい、明和県王だったらあの140キロ以上投げられる左腕の、須藤君だったりとか、で正大夫だったらあのちょっとまだプロ中
の選手だったあの星野くんとかっていうね、はい、今年はあの、特に投手の方がなんか、まあ、名前は前に出ているかなっていうイメージはありますね。なんかもういろんなチームに当たり前のように140キロ以上投げてくるピッチャーがバンバンいるんですけど、これ何なんですか、トレーニングなんですかね。多分冬場のトレーニングっていうところが大きいんじゃないかなって思います。結構聞くとみんなあの、まあ、冬場で 4,5 キロ、まあ、増えるじゃないですか、はいはいはい、でそれで結構ストレートがちょっと伸びるようになったっていう子もいたりとかするんで、はい、トレーニングの質っていうのは昔とだいぶ変わってきてるんだろうなっていう印象を受けますよね。昔なんてほとんどいなかったですよね。なんか昔自分のチームの監督で130までは130キロまでは努力でなんとかいけるけど、はい、140は才能だみたいなことね、なんか言って、それ本当ピッチャー出身の監督が言ってて、今本当150ですら高校生で投げる子いるぐらいの。そうですよね、すごい。まあでもやっぱり高校野球ってピッチャーじゃないですか。あ、まあ、野球って最後はピッチャーを抑えられるかどうかだと思うんで、ってなるとやっぱりピッチャーいいところって、まあ、有利だよなって思いますよね。って考えると県大高崎って、まあ、エースの児玉くんにしろ、はい、まあ、その後に続いていく加藤くんだったりとか、多田くんだったりとか、はい、まあ、あと今年入ってきた1年生だったりも、まあ、140中盤ぐらい投げれる子がバンバン揃ってたりするんで、そういう意味でやっぱ県大って有利なんだろうなって思いますよね。その今あれですか、球数制限みたいな話もだいぶ今、ね、一般的になって、はい、複数のピッチャーを揃えるチームが当たり前のように出てきたっていうのが、まあ、ここ何年かの流れだと思うんですけど、うんうん、どうですか。夏なんかはどこの、まあ、有力校もそうだと思いますけど、まあ、うまく継投してなるべく、あの体力温存して決勝準決勝あたりに備えていくっていうのが、まあ、やり方なんじゃないかなって思います。あ、じゃあそのあたりも別に役割を決められた、じゃあ君は先発タイプだ、君は中継ぎタイプだって固定するんじゃなくて、もう誰もがいつ出てきても大丈夫なように力のあるピッチャーがどんどんいるっていうのが強いチームの条件みたいな。そうだと思いますね。まあ、チームによって今役割っていうのはある程度あるのかなと思いますけど、投げろと言われたら投げられる子たちがやっぱり揃ってるんだろうなっていうイメージはありますよね。結構変わってきてますね。いや、変わってきてます取材してても感じますか。僕が高校野球見てた時とかもともだいぶ違うなっていう感じはするんで、当たり前のようにこういう映像を使って分析したりとか、もう動画で一回動画撮って、で YouTube で自分 の, あのフォームを振り返ったりとかっていうことをやってる学校もあるようなんで、打撃にしろ投球にしろっていう、やっぱそういうのはもうだいぶ違ってきてるんだなっていう感じがします。ピッチャーを紹介する記事とかでもなんかたまに回転数が何回3000回転以上でとか出てくるじゃないですか、ってことは測ってるってことじゃないですか。そうだから計測してるんだろうなって思います。すごいんだよ。だから結構設備もどこも充実してきてるんだなって、昔よりは、そういう道具を揃えたりとか。そうですよね、まあ、実際に見たわけじゃないんですけど、球速もちゃんともうスピードガンみたいなの多分あって、で測れてるみたいだし、時代はデジタルな感じますよね。 DX 化を学生野球からも。すごいですよね。まあ、ちょっと話戻るんですけど、はい、まあ、今回の大会60チームがで4ブロックに分かれてますが、注目ブロックとか、あとその、まあ、1回戦2回戦最初の組み合わせも発表になってますので、注目カードそのあたり、まあ、いろんな選手がいる中でこの試合はまずチェック要チェックですよみたいなのが記者目線であれば教えていただきたいんですけれども、前橋育英さんがいるとブロックのところになるんですけど、はい、トーナメント表でいうとこの右下の部分ですかね、はいはい、第1試合で前橋商業と農大二高の試合っていうのは、ここはまずあの1回戦 の, あの注目カードになるかなって思います。やっぱり前橋商業さんって今結構その投打 の, あのバランスがすごいいいっていうことなんで、公立校の中で話聞くんで、かなり実力がある方なのかなと、はい、で、まあ、農大二高はもちろんあの、まあ、監督も変わってで、まあ、実力ある生徒さんもいらっしゃるっていうことなんで、まあ、ここが一番の見どころなのかなっていうふうには思いますよね。あとは、まあ、他にもここあの 秋の4強入ったあの桐生商業さんとか、はい、実力校っていうところが揃ってるんで、まあ、ここすごい注目のブロックであるのかなっていうふうに個人的には思ってます。確かに右下のブロック熱いですね。熱いですよね。組み合わせ抽選会にも当然行かれていた、はい、どうでしたこの抽選会の盛り上がり方っていうのは。
首相の方、首相がみんな揃うじゃないですか、はいはい、でやっぱりそこでちょっとんっていう、ああここはみたいな雰囲気が少しだけやっぱり出るんで、まあ、右下のブロックは比較的に、そういうこと、そんな雰囲気はちょっとありましたよね。まあ、お天気の関係もありますが、現状7月9日の第1試合ということですね。そうですね、はい、高崎で行われる予定というところですね、まあ、各ブロックそういった形で注目試合だったりとか注目選手をお話しいただきました。縄文新聞的にはですね、7月7日、はい、今日ですか、まさに今日、あ、今日の朝刊に別刷りが発行されております。お、高校野球ガイド出場全チームの写真と特徴とそれぞれ書いてありますので、そちらもぜひご覧いただきたいという PR は少しだけ入れさせてこれも昨年同様ですけれども同じ入れさせていただきました、はいはい、では注目選手のところを少しもう少し深掘りしていきたいなと思っております、はい、で事前にいただいた資料でこれ各チームね3年生2年生いっぱいいる中で、うん、中村さんピックアップした選手がいらっしゃいます。1年生そうですね、はい、どちらのチームのですか、県大高崎の、はい、石垣元気くんっていう、1年生ワンですね、はい、北海道の登別から来た、まあ、あの最速145キロか6キロは出るっていう1年生なのまだ、だって15歳とかですよね、まだ15歳なんですよ、すごい、まだ15歳中学校卒業したてなのに、いやでそんな選手層が薄いチームじゃないですよ。だってさっきだってね、いろんなエースの児玉選手から始まって、ねえ、ってか関東大会でも投げ、そう関東の春の帝京戦でも投げてますね。先発で7回まで投げて、でもちゃんと抑えて、入学してすぐぐらいってことですね。入部して間もなくってことですよね。すごい。もう1年生と思えない貫禄で、で140キロ前半の弾もガシガシ投げてたんで。あ、そっか、だから最速って言っても平均でどれぐらい出てくるかってまた別の話になってきて、そう、なるほど、そう、やっぱりもうここぞっていう時はもう143キロ2キロバンバンって投げてきて、全然動揺してる風に感じもなくやっぱこっちも心臓も強いんだなっていう、メンタルの方もちゃんと鍛えてきてる、まあ天性のものかもしれないですよね。なるほど。そうで監督ってとかコーチがやっぱりこの冬越えて、まあ、少なくとも3年生になるまでには150キロ投げてるだろうっていう、そっか、さっきね冬場のトレーニングってね話ありましたもんね、ちょっとね動画もあの事前にそのお名前いただいてたので、はい、動画も見たんですけれども、まあ、確かにダイナミックな感じで、一瞬なんかちょっと小柄かなと思ったんですけど、そりゃそうですよね、まだ15歳ですからね確かに身長もだんだん伸びて175か6あると思いますね、はい、そこまで小柄ってわけじゃないですね、じゃあ冬場またさらに一回りも二回りも筋肉が発達していく時ですもん ね、 高校生なんでまだ多分ちょっと伸びると思うんで、すごい末恐ろしいって感じなんですよ、県大高崎それなりにプロの選手だって輩出している中で、監督コーチは どんなような受け止めですか。石垣くんについて、はい、そうですね、石垣君、まあ、間違いなくあの高校生世代代表するピッチャーになるだろうっていうふうに、言ってるんで、でもその片りをもう関東大会で見せたんで、で強豪校相手に堂々としたピッチングっていうこと で決勝でも先発5失点で崩れるってなってるんですけど、まあ、投球内容はやっぱりすごい堂々としてて、で監督が多分途中で変えなかったんですよ、ちゃんとあの一定のところまでしっかり投げ切らせて、まあ、多分成長させようっていう意味もあったんだと思うんですけど、関東大会の決勝ですごい、でも多分それを任せて大丈夫だって思わせてるっていうことなんで、まあ、まあ相当実力はあるんだろうなっていう、なかなかないじゃないですか、そういうことって。じゃあもう取材してて目の前で見るわけじゃないですか、本当にこれ1年生なのっていう感じですか、雰囲気的に。本当に1年生なのかっていう雰囲気で、もう落ち着いてるんですよね。あんまり幼さを感じないっていうか、すごかったです。楽しみですね。楽しみですね。注目選手について教えてくださいということで、まあ、石垣投手の話いただいたんですけれども、まあ、あと何人か書いていただいていて、もう一人も県大高崎なんですよ。何年生ですか。
1年生の子こっちは左投げなんですけど、あの佐藤龍我くんっていう子で、ほうほうほう、確か神奈川の子だったかなと思うんですけど、お兄ちゃんが今、佐藤志龍くんっていう3年生の、こっちはあのバッター野手なんですけど、いて、まあ、2人であの甲子園に出たいっていう、あ、そうなんですね、2人とも夢があるんですよ。だから彼はそもそも元々の評判は高い。そうですね、あのアンダー15の日本代表のエースだったと思うので、知名度は佐藤くんの方が高いんだろうなって思います。もともと彼も140キロ中盤ぐらいのストレート投げれる子で1年生だよ、すごく、すごいですよね、佐藤くんもあの関東大会で投げていて、あ、そうなんですね、まあ、ちょっと本調子っていう感じではなかったっぽいんですけど、まあ、やっぱりそれでも、ね、140キロ台バンバン投げてたんで、こっちもやっぱり期待の1年生っていうことで、ね、監督とかコーチも、彼も石垣くんと2人で高校野球背負っていく子になるだろうっていう。プロ何人も出してる監督とコーチがそれを言ってるっていうのはすごい楽しみですね。いやーすごいなって思います、この先3年間投手陣は安泰だよなって思います本当。ちょっとお兄さん目線からいくと、怪我だけはしないように頑張ってほしいっていうね大切に育ててほしいですよね。まあ、今ねまた球数制限とかでね選手を大事にしようっていう動きはあるので、あれだと思いますけど、さっきあれじゃないですか、あの戦力が均衡してるみたいな話もあったんで、注目選手でいくと健大高崎以外にも当然もうバッターでも注目選手はいらっしゃいますか。そうですね、あの公立高校の中であの安中総合校の梅山博夢くんっていう、ね、3年生の子なんですけど、この子が注目かなって思います、去年をね確かに群馬県の公立からは利根商業からもね広島東洋カープに、ということで群馬の公立校からプロ野球選手みたいな流れはあります。今年もプロ注目で、そう梅山選手、そうなんですよ梅山選手、ちょっと前にあのナンバーっていう雑誌でもなんか紹介されていて、はい、で、まあ、投げてもすごいそうなんですけど、監督が言うには打撃の方がすごいという、春の大会ではちょっとそこまで活躍したっていうわけではなかったんですけど、まあ、潜在能力はとてつもないっていうことで、この夏あの大暴れするんじゃないかなっていうふうに個人的には期待してます。なるほど、これ担当記者ならではの目線ですね、長期的に取材してるからこそ ね、なるほど、いいですね、そうやってでも見守りながら目の前で取材相手が大暴れしていくっていうのはね楽しみですね。楽しみですよね、そこはすごい本当にもう、どうですか春から取材、まあ、野球担当ということで取材されてますけれども、だからせっかくなのでこの専門的なね高校野球を取材する記者だけが知ってるこぼれ話みたいなのがあればちょっとお聞きしてみたいんですけど。そうですね、あの関東大会 の、 あの決勝で、はい、健大高崎 の、 あの堀江大和くんっていう、はい、あの左打ちの、ね、ちょっと小柄な選手いらっしゃるんですけど、はい、堀江くんがあのチャンスであのまあ、バンとして、それは結果的に内野安打になったんですけど、はいはい、一塁線本当ギリギリの5ミリぐらいのところにうまく球が転がって、でそれでセーフになったんですよ、はい、でそこであのベンチの中で、あの堀江の1ミリっていうふうに言われたんですね。あのサッカーのワールドカップで、はい、あの三笘選手があのタッチラインギリギリ、 ギリであの折り返してスペイン戦で、はい、あれ三笘の1ミリでしたっけ、ええ、いや、まあ、それにちょっとかけてあの堀江の1ミリというふうにチーム内で言われてちょっとしばらく話題になっていたみたい で、 へ、まあ、堀江くんからあの取材したときに、はい、堀江の1ミリっていう話かけないですかね振られたんですけど、ちょっとねあのそれ盛り込めなかったんですけど、まあ、確かにこの文脈を書かないといけないからちょっとね、分量的に収まらない。そうなんですよねそれだけ出してもねあれです、あでもそういうのがあるとなんかチームの雰囲気の良さみたいなのが伝わってきますね。そうですね、あの健大高崎は今年あの春に3年生全員ベンチ入りさせて試合経験させたのかな確か、でそういうあの、ま、チーム力っていうところをすごい重視してるんで、今年、ま、すごい雰囲気もいいみたいですよね。堀江の1ミリね、堀江の1ミリそうやってね夏の大会のこう決められた期間でチーム力がぐっと上がっていくみたいなのもね、他のチームでもあるかもしれないですからね。あると思いますよね。そういうのもぜひなんか高校野球好きとしては、記事とかで、ねね、お見かけしたいと思う頑張ります高校球児の青春みたいなのって どうですか。
ちょっとお姉さん的なところでいくと、お姉さんとしては分かんないんですけど、うん、私あの女子校だったんで、うん、高校野球ってこうなんか自分の周りにいないじゃないですか。あ、確かに自分あのなんだ前女の野球部が出てくるわけじゃないので、うんうんうん、いいな楽しそうだなって驚愕の友達見ながらなんか応援にも行くじゃないですか。弟の時にあの春かな、うん、の時に高高で行ってたんですけど、その全く関係ない弟も、うん、全然興味なかったはずの野球に夢中になって応援してるのが本当に楽しそうで、なんか1年に1度のお祭りみたいな感じで楽しめていいなって思ってました。確かに勝ち進んでいくと全校応援みたいなね、みんなで授業があるのかないのかちょっと、まあ、あ終盤になるともう夏休みに入るんですか。そうですよね。そうするとみんありましたよ。私も伊勢崎の高校だったんですけど、はい、あの勝ち進むとみんなでこう電車に乗って四季島に行くみたいな、ね、そう、それがなんか夏の思い出みたいになって、まあ、早く負けちゃうとそれじゃないんですけど、ね、そうそうそう、夏休みまでチームが、ね、勝ち進むっていうのは一つこう盛り上がりポイントの一つかもしれないですよね。それはすっごい羨ましかったですね。女子校にはない楽しみだなって思ってました。青春なんだね。野球部以外の人もそういうのあるんですね。いや、あると思いますね、野球部の応援やりたいから吹奏楽部に入るっていう子もいたんですよ。結構そっか、吹奏楽もともと、そうです、そうです、中学吹奏楽で共学に行った子はその野球の応援が何よりも楽しみで、コンクールの練習よりすごい全力かけてたっていう子もいたので、あ、でも私も前橋商業で吹奏楽やってたのがいとこ、はい、いとこの、うんうんうん、ね、5つくらいしたかな。そう、本当に吹奏楽で応援したいっていうんで、そうで、しかもその時毎週甲子園行ったんですよ。行きましたよね。そうそう、そうでクラリネット担当だったんですけど、はい、テンション上がりすぎてクラリネット忘れていっちゃったんですよ。なんで？でテレビに映ってるんだけど、なんか手拍子しかしてなくて、おいどうしたっつったらクラリネット忘れちゃったって、それをすごく思い出しました。でも楽しそうな顔してました、はい。そう、応援の話が出たんで、まあ、コロナのねあれもあったんですけど、今年は4年ぶりに声出し応援解禁。おー、しかも1回戦から一般観戦も。あ、そうなんですね。ということで、まあ、去年吉野記者とね応援トークでやや盛り上がったんですけれども、うんうん、もう見れないあったんですが、そのあたりはどうですか。てか中村さんもそういった意味ではそのフルスペックの夏の大会って見たことないわけですよね、会社入ってから。そうですね、僕あのこの会社来てから全然そのフルスペックの応援って見たことがないので、コロナで本当そういった意味ではすごい楽しみですよね、もうあれ記者目線じゃなくていいです、個人的な目線でいいんで、はいはい、気になってる応援とかなんかありますか。やっぱあのその前橋育英の応援がすごいっていうふうに、はいはい、あのまあ、埼玉にいた時からやっぱそういうの聞いてたんで、あ、そこまで轟いてたんですね、やっぱ前橋育英って名前すごい聞いてたんで、うん、僕の時はそれをあの間近で見れるっていうのはやっぱり楽しみなんですよね、はい、そのやっぱり応援って、はい、まあ、どの競技もそうだと思うんですけど、応援があると選手ってすごい力出るじゃないですか、ですごい応援だとやっぱりホームみたいな雰囲気になるんだろうなと思って、はい、それをこの肌で実感できるっていうのはすごい楽しみですよね、はい、吹奏楽に、ね、力入れてる高校さん、まあ、さっき伊藤さんからそんな話もありましたけど、はい、結構ありますからね、うん、そういった意味で応援の力、うん、これ見たいな。でも本当に空いちゃってるからね、先輩から継承されてるものされてないもの、確かにもうこれきっかけに新しくなんかこうや始めてみましたみたいな、もしかしたらあるかもしれないですよね、うん、探してみたら面白いかもしれないですよね、それ、ね、伝統的なね、確かに大根踊りとかは相変わらずあるかもしれない、それだってもしかしたらマイナーチェンジあるかもしれない、大根踊りマイナーチェンジないかしてるかもしれないですよ。まあ育英さんでいくとメドレーでガンガンやりますけど、ね、うん、個人的にはシーオフですね、はい、ぜひ有名どころですね、はい、聞いてみたいですよね、桐生、うんうん、大臣のね狙い、まあ、あのこれ去年もやってますんで吉野記者の回もしあれなら聞いていただければあのイケイケ前橋とイケイケ高崎の違いの話とかあのかなり、社内でも話題になりました、ぜひぜひそちらも聞いて振り返りしていただければと思いますということで、今まで注目選手など含めて注目試合触れてきました、今日は特集紙面も出ていますが、これから実際に大会が始まって中村記者はいろんなところで取材をしていくというところですね、
上毛新聞もちろん地元の新聞として高校野球の取材向き合っております。意気込みまたは読みどころなどあったら教えていただきたいんですけれども。はい、そうですね、まずうちの新聞はね、地元紙としてこの夏の大会全試合、はい、ね、取材して、ね、記事を書くっていうところがまず一番の読みどころになるかなと思います。はい、でさらに言えばね、選手たちの苦労だったりとか活躍の裏にある、うん、ね、努力だったりとか、まあ、ね、乗り越えてきたことだったりとか、はい、そういったのにスポットを当てた白球の歌っていうのを今年もやりますので、はい、ぜひそれを読んでいただければなと思います。他にもね、いろんな角度から野球の試合の面白さだったりとか、はい、プレーの解説だったりとか、ね、専門家の方に来ていただく熱球解説っていうのも今年もやるだろうとは思うので、はい、ね、そういった我々運動部、まあ上毛新聞が、ね、総力を挙げて、はい、高校野球報道しますので、はい、ぜひ読んでいただければと思います。ありがとうございます。今日ちょっと裏話メインだったんですけども、はい、そのね、直球のね、記事の方もぜひ読んでいただきたいというところですかね。そうですね、まあ、球場にもいますもんね、中村さんね、必ずいるんで、腕章つけて顔が濃い方を見かけたらカルロスさんってカルロスさんね、まあ、カルロスさんって声をかけられた瞬間にそれリスナーですから、まあ、そうですね、大事にしてあげてください。ましたということで、まもなく始まる高校野球の夏の大会についてお話を伺いしました。中村さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、そろそろお別れのお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとやや興奮しながら喋ってしまう。めっちゃ楽しそうでした。すごい久しぶりにこんな楽しそうな日野原さんを見ました。まあ、頭の中に質問が出るわ出るわ本当に、止まらないです、楽しい時間を過ごさせていただきました。うん、やっぱなんか自分の青春時代ちょっとこうよぎるのがまたいいんですよね、うんうん、高校野球、はい、今年も楽しみに記事をたくさん読んで発信していきたいなと思います、はい、なんとなく発信って別に拡散したいだけですけどね。自分の方で勝手に拡散するんですね。あ、そうです、誤解なきよ、はい。まあ、こういったところも踏まえて、番組ではご意見ご感想をメールで募集しています。こちらすべて小文字で uma@raijin.com uma@raijin.com こちらまでお気軽にお寄せください。そしてツイッターですね、ひらがなで馬が舞う、お気軽につぶやいてください。また番組の情報などは公式ツイッターjomo_umagamau jomo_umagamau からつぶやいておりますので、まだフォローしていないという方はフォロー、そしてリツイートをお願いします。そして各アプリでお聞きいただいた後は温かい評価やレビューもお待ちしております。お願いします。次回もまたゲストを招いてトークしていきますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、ここまでのお相手は上毛新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。